こんにちは、七尾です。今回はですね、私が泣く泣くマイホームを手放したお話をしようと思います。私がマイホームを購入したのは30代半ば前半ぐらいですかねの頃でした。嫁に逃げられてすぐでしたね。子供2人と私の3人で暮らす家を探していました。幸いね、その頃は、法律事務所の仕事と軽貨物の仕事をしてたりしていまして、仕事がね結構順調でしたのでね、それでねもう思い切って家を買おうと思ったのが、マイホーム購入のきっかけです。当時はね、息子が6歳娘が3歳でしたので、小学校と保育園を変わらずにね、住める地域、学校を変わらずに住める家を、探すことにしました。うまい具合にね、その同じ学区の中で何か所か建て売り、住宅の建て売り販売をしていましてね、それを何軒か見て回って、そのうちの一軒がね、ちょうどいいところにあったので、で、そこの住宅を買うことにしました。そしてですね、住宅ローンなんですけども、まあ不動産屋さんからまあいろいろ聞いてもらって、まあ当時私はその請負業務、まあ自営業ですよね、フリーランスというか自営業してたので、まあなかなか通りにくいかもしれんという話だったんですけど、でまあ何件か聞いてもらって、で信用金庫2件がダメでしたね。で地方銀行、地元の地方銀行が OK 出してくれたので、そこで住宅ローンを組むことにしました。まあその時はね、仕事も順調で、まあ結構大きい額が毎月入金あったので、まあ人間そのやっぱりいい時の収入でね住宅ローンで組むんですよね。まあ後から考えるとそれがダメなの分かるんですけども、まあそれがね後々自分を苦しめていくことになります。それからね、5、6年経った頃ですかね、まあやっている仕事の片方の軽貨物の仕事の方なんですけどね、メインはコンビニとか書店へのね雑誌の配送の仕事をしていたんですよ。でそれがね、その少年ジャンプとか少年マガジンとかがもう爆発的に売れている頃に、まあ業務拡張して、まあそこそこ、まあ売り上げを大きくしていったんですけども、それがですね、だんだん本が売れなくなっていく時期なんですね。売れなくなっていって、で、その配達先は増えていく、コンビニがすごく増えていく時期だったので、その配達先は増えるのに本が売れないという、その、まあ悪循環ですね。まあ儲からないのに手間はかかっていくばっかりという悪循環になっていったんですね。まあそれでもね、まあ軽貨物の方がもう全然儲からなくなったといっても、私はまあ法律事務所の方の仕事があったので、まあなんとか食うに困らずにはいることはできました。まあですけどね、私らみたいなその末端の人間はまあなんとか自分だけですのでね耐えられるんですけどもね、その問題はその一つですね、私らを雇ってくれている元請けの運送会社とかで荷主ですね、その出版物、仲介業、当販日販と呼ばれるところですね、まあ、そこが結局平らなくなってきたんでしょうね。まあどういう理由かいきさつかわからないですけども、まあ我らに対してその運賃の値下げプラス支払いサイドの引き延ばしですね、支払い期間の引き延ばしを求めていきまして、まあ例えば今まででしたら、月末締めで翌10日とか翌20日に支払うというのが月末締めて翌々月の10日払いとか、まあ結局間が2ヶ月以上空いたりするようになったんですね。まあそれがね非常に打撃になりました。結局ねここがまあ一番大きいポイントでして、まあ我らも2ヶ月近く収入がストップすることになりまして、まあここでね決定的に住宅ローンがやっぱり払えなくなったんですよ。まあいろいろねあちこちから借り入れして払うっていうことも考えたんですけども、とてもじゃないですけどね、その売り上げがもう減っていくのがもう目に見えている時に借り入れしても返せなくなるんですよね。でもう、まあ、銀行ともいろいろ話したんですけども、まあとりあえず今目の前の住宅ローンはもう止めて、とりあえず生活保護に専念してね、なんとか他の仕事とか探して住宅ローンを払っていく方法をまあ考えていったんですけども、まあなかなかそうはうまくいかないですよね。まあ今だからわかるんですけどね、やっぱりその一番収入のいい時に住宅ローンを組んでるっていうのがやっぱり大きな間違いだったわけで、
で、そこで大きい、ね、入金がストップされてしまって、まあ、全ての支払いが困難になるんですよね、住宅ローンだけじゃなくて。やっぱりその、まあ、お金に困ったことがある人ならわかるんですけど、その支払いに対してその優先順位がついていくんですね。だからやはり最初はライフラインでやっぱり生活費とかなっていって、住宅ローンとかやっぱりもう後回しになってしまうんですね、どうしても。そうですね、まあそれからまあ結局数年間はなんだかんだ住宅ローン遅れながらも返して、まあなんとかやっていくんですけど、まあ結局遅れた分をまっぽ追いつくということはできなかったですね。やっぱり一月二月遅れで、また払えなくなって、でまた頑張って払っていってたんですけども、それでね、やっぱりもうある日もう気がついたんですよ。子供もね、やっぱりもう大きくなってきてますので、これから子供がやっぱりね、高校生、もう上の子はその時高校生でしたからね、大学行くんなった時にもうお金なくて行かせられないんですよね、もうそうなると。で、下の子も3歳下で、上の子の3歳下で追いかけてきますから。でね、やっぱりもうこの辺りでもう一大決心ですね。住宅ローンをなくそうと、もう家を売る決心をしました。そしてですね、もう銀行にその旨伝えて、まあ家を売却しますと。まあそれで、なんとか清算できないかもしれないけども、まあそれをいう方向で、まあとりあえず、住宅ローン債務を圧縮したいということを伝えて、住宅を、家をマイホームを売ることにしました。幸いですね、私がその住んでた家、マイホームの地域がね、割と人気がある地域だったらしくてね、でまあ売り手を探したらもう割とあっという間でしたね。もう何人もの方が見に来られて、でも売りに出して、そうですね、もう3ヶ月かからなかったですね、2ヶ月ぐらいで、まあ、もう買うって言われる方が見つかって、で、またその買われる方が、住宅ローンまでにもうキャッシュで買うっていう方だったんで、まあ、それは非常に助かりました。そうですね、まあ、結局、売り値もそこそこいい値で売れたんですけど、やっぱりね、まあ、残った住宅ローンの残額には足りないんですけどもね、まあ、こんなこと言っていいのかわからないんですけども、まあ、銀行が正直、最後はうまいことやってくれて、債務は全部なくなりました。はい。いうことでね、きれいに、私自身の住宅ローンの債務はそこで、片付けることがなんとかできました。念願のね、マイホームだったんですけども、特にね、嫁と別れてから子供を2人抱えて、子供2人と私の3人でね、ずっと暮らしてきた家だったんで、すごく思い出もあって、思い出もあったんですけども、まあ仕方ないですね。今後の生活に向けて、やっぱりもう借金を減らすということがやっぱり一番でしたので。その後はね、家賃の安い、賃貸住宅に住んで、まあなんとかここまで来ました。子供もね、もう今ではもうずっと成人して、もう上の子も下の子も、独り立ちして、もう私の手元からは、出ていきました。ですのでね、私はもう今は、もうアラカンですね、アラウンド還暦の、一人ぼっちですね、で仕事はフリーターという感じでなんとかやっています。ということでね、今回は私がマイホームを、住宅ローンが厳しくてマイホームを手放したお話でした。どうもご視聴ありがとうございました。